こんばんは、いきょうです。今回は私が愛用する革ジャンをご紹介いたします。こちらは約10年前にエディフィスで購入しました。私は昔から革ジャンが好きだったのですが、なかなか自分に合った革ジャンに出会えずに、購入しては手放しを繰り返し、この革ジャンは現在手元に残っている唯一の革ジャンです。余談ですが、革ジャンを好きになったきっかけをお話ししますと、1994年に放送されたとあるトレンディードラマの影響でした。これは若者のすべてというドラマで、出演していたキムタクが着用しているエアロレザーの革ジャンがめちゃくちゃ味が出ていてかっこよかったんですよね。当時は学生でしたので革ジャンを買うことができなかったのですが、社会人になってやっと購入できるようになりました。もちろんエアロレザーも購入したのですが、自立する硬さとずしんとくる重さで結局手放してしまいました。その後も買っては手放しを繰り返し、なかなか満足する一着に出会うことができずにいました。そんな中、エディフィス別注のこのバンソンのライダースに出会いました。革質やディテールなどが気に入り、試着してみたところ一発でやられました。税込み16万弱とかなり高額だったのですが、悩みに悩んで購入することを決意しました。ディテールについて見ていきましょう。まずシルエットがタイトめで綺麗に着こなすことができます。着丈もオリジナルより長めになってます。レザーは上質で脂肪感が美しいソフトレザーです。肉厚で重厚感を持ちながらも、ディアスキンのように柔らかで馴染みが早いグレインレザーですね。肩のエポレットはついてないですね。ポケットは左胸に1つと、両サイドにハンドウォーマーポケットが2つございます。あとここですね。私はここにスマホを入れてます。で、内ポケもここですね。ここに1つございます。でウエストのベルトもないですね。ジッパーはシルバーのダブルジップですね。これ使いやすいですね。でこちらがタグですね。サイズは36を着用しております。で裏地がボーダーですね。素材はコットンですかね。この裏地のボーダー柄も結構気に入ってますね。で袖口はジッパーで開閉できるようになってます。続いてはバッグです。バッグはこんな感じですね。非常にシンプルです。で背中にはアクションプリーツはついてないです。まあ私はバイクには乗りませんので、まあ、ここはなくても特に問題ないですね。バッグは非常にすっきりしております。
それでは着用した感想をお話しいたします。まずはいいところですね。いいところ3つございます。まず1点目はシルエットでございます。アームホールもスリムで丈の長さもちょうどよく、自分のサイズにマッチしてる印象です。オリジナルですとどうしても着せられてる感が出ますので、このシルエットは非常に良かったです。2点目はディテールです。ウエストのベルトやエボレットやアクションプリーツがない点はタウンユースの私にとっては良かったですね。袖口のジッパーは気に入っておりますし、ポケットもたくさんあるので収納力は抜群です。ジッパーのカラーがゴールドではなくシルバーだったのも良かったです。私は時計やベルトのバックルなどシルバーが多いので、ここはグッドでしたね。3点目は着心地ですね。馴染みが早く、革の厚みの割に動きにくさがないんですよね。もちろんエアロレザーみたいに自立もしません。実はそこまで着用時間は長くないのですが、そこそこ味が出たように見えます。続いてイマイチなところです。イマイチなところは2点ございます。まず1点目は革質ですね。私の中で今茶身ブームなので、このレザーが茶身ではないって言ったところですね。芯がですね、グレーというか緑がかってるんですよね。あとは柔らかいがゆえに着倒す感がないって言ったところも、まああるかと思います。2点目は値段です。値段は当時16万弱と結構高かったです。当時は今よりも革ジャンの知識もほとんどなかったので、今でしたら他のモデルを選んでたかもしれません。今は茶身にはまっているので、これから買うんでしたら間違いなくホースハイドの茶身モデルを買うと思います。一回試してみたいのがファインクリークレザーズですね。ブコの J100 もいいですが、収納がもう少し欲しいので、ハンドウォーマーポケットがあるモデルがベターですね。はい、いかがでしたでしょうか。私はバイクには乗りませんので、タウンユースにはちょうどいいライダースかと思います。裏地もボーダーで爽やかな感じがしますし、ディテールもシンプルなのでゴリゴリのアメカジ感がないため気に入っております。最近は着用頻度が減っておりましたが、一度着用すると愛着が戻ってきますね。これからも着用していってエイジングを楽しみたいと思います。このエディフィス別注モデル、今は販売していないのですが、似たようなディテールのライダースは買えるみたいですね。概要欄にリンクを貼っておりますので、ご興味がある方はご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。一挙の道楽チャンネルでは所有しているコレクションを中心に紹介しております。アメカジ好きな方、経年変化が好きな方、腕時計が好きな方向けに動画作成しております。動画が良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。